石健康法勝石健康法とは生きる功績を応用した健康促進法です生きる功績といっても石が飛んだり跳ねたりするわけではありませんのであらかじめご了承くださいこの健康法で使う活石は台湾産の翡翠翡翠と炊飯して取れる東ヒシ玉東霊玉と言われるもので腰痛を治すものという由来言葉があります 宝石のヒスですと、グラム数十万円もする代物ですが、この東菱玉は、追半石ということもあって、比較的安価で、宝石の価値としてでなく、むしろ、その由来言葉が示すパワーに価値があるのだと解釈しています。平成7年5月に、医療用マッサージ具として実用新案特許を得ている。登録九97万6378号。 カツ石を手に取ってみるととどことなく、色の深みや輝きが貴重に思えてくるから不思議です。また、滑石をテーブルに置いて3センチ上ぐらいのところに手をかざしてみるとしばらくすると手が温かくなるのも実証されています。不思議な健康石、滑石を利用した健康法は元来台湾の伝統療法の一つでもありました。体に ごまの油を塗って角が丸くなった活石でこすって病気を治していたのだそうです。今の台湾人は油の多い中華料理をふんだんに食べているため人溶こ度が高まりごまの油の陽性な性質が合わなくなってきていることや医療の近代化などが理由で伝統医学は影を潜め過去のものとして忘れ去られていました。陽性質な ピワの葉のエキスを混ぜた影性質な乳化液を用いればよいというのがこの勝石健康法の発明の出発点でしたピワの葉のエキスをどう乳化するか色の問題加える材料の設定配合の加減人工防腐剤の類の添加物は使用しないことなどとさまざまな課題がありましたあらゆる使用テストを繰り返してできたのが 現在のナチュラルソフト入荷液です。活石とナチュラルソフト入会液を組み合わせることで人体に無理のない自浄作用を働かせることができるようになったのです。びわ温熱法と組み合わせて使用する場合びわ温熱法をする前にこの活石健康法を用いれば悪い箇所が浮き出てくるようになったり発汗を促進したりさらに排毒効果を促します。 特に腎臓が弱った方やアトピーのような方には最適な方法ですのでぜひ試してほしいと思います使用方法温熱着衣背面の開くものに着替え美和温熱法を始める前に行いますうつ伏せの状態で背筋を中心にナチュラルソフト乳化液を活石につけながらまず全体を軽くこするようにします ナチュラルソフト乳化液は滑りの良い程度に使います背筋に凝りしこりがないかを見ます詰まりがあるところは膨らんでいたりコリコリしていたりまた活石でこすると赤く反応します痛くない程度気持ちの良い程度に入念にこすってください体内毒素の多いところは肌のくすみや斑点になって出ていることがあります まんべんなくすり込むような感じでこすってください。使用回数を重ねるごとに、排出・正常化をたどるようになります。首や肩も重要なポイントです。肩が凝っていても自覚症状がない場合があったり、首も突然つったりすることがあるような人は、すでに血液の循環が悪く、うっとどこうがあると見てよいでしょう。首は、 髪の毛の毛付け根よより少しし上まで擦るようにしてください。全体が終わったらティッシュペーパーか柔らかい布で表面をほんの軽く拭き取るぐらいにして背中の着衣を元に戻しますその後はびわ温熱法を行ってくださいこり痛みその他に対する勝石健康法勝石健康法の目的は活石のパワーを最大限引き出し 人体に有効なビワの成分で病の邪気を外部に排出させることにあります一般の塗り薬のように薬の成分で痛みや炎症を抑え込むのではなく悪い邪気のエネルギーを外部に放散させることによって病気の勢いを沈めるのです肩のこり腰痛足のむくみなど軽い場合はナチュラルソフト乳化液を塗って活石でこする ひどい場合はむしろ反対側を重点にこするようにしてください痛みを伴うような場合は反対側の筋の緊張をほぐしてやらなければいけない右肩ならば左肩を足のふくらはぎならば表の密さと当たりをといった具合です眉毛が薄くなったり眉の下が浮き上がった感じがある場合は 眉の下に老廃物ががままっていることが考えられます。ナチュラルソフト乳化液をつけ中から外に向かってこするとよい目が悪い場合は首筋両側を行う転圧でマッサージしたい時に滑石の先を使うと力が入りますいずれの場合も気持ちの良い程度に留めておいてください強くこすりすぎると 死圧でいう揉み起こしに似た症状が出たり、かえって逆効果になる場合があります。過ぎたるは及ばざるが如し、及ばざるは過ぎたるより勝れりです。